こんにちは、速稼塾の久保です。前回ね、このセルシオのことについていろいろお話しましたけども、今日は令和だからこそ乗るべき3つの理由ということで、本当にね、厳選したつもりだったんですけども、私としてはね、この3つの理由で今セルシオに乗る理由があるんではないかなと思いましたんでね、お話していこうかと思います。いや、本当にね、理由を挙げればね、100でも200でも上がりそうなんですけども、今回まあ一番シンプルに3つにしてみたんですけども、皆さんとちょっと意見が違うかもしれませんけども、ご了承ください。まずね、1つ目なんですけども、お話したんですけども、安いことなんですよ。まあ中古車なんで安くなって当然なんですけども、やっぱセルシオっていうのはね、700万、800万、1000万、この辺の検討の新車価格だと思うんですけども、これが今ね、まあ安ければ30万。まあそこそこのものでも50万ぐらい。これで買えちゃうんですよ。で、いろんなね、諸経費とかあると思いますけども、まあ100万用意すればね、まあたくさんの種類の中から選べますよ。今で言うと、その LS の460とかも100万以下だとね、割と見れたりするんですけども、まあこのね、価格の魅力がすごくポイントなんじゃないかなと思います。まあ確かにね、走行距離が、まあ、10万キロとかね、20万キロいってるのばかりだと思います。うん、でも逆に言うとね、10万キロを20万キロ走っていても、この中古車市場にきちんとこれだけの数出てくる、そんな車ってなかなかないと思うんですよ。うん、だからね、私はね、このセルシオってものの頑丈さとかね、メンテナンスっていうものを考えると、40万キロぐらいは全然、走れると思いますよね。で、昔、中古車の、まあ大体耐用年数っていうのは、10年とかね、10万キロって言われてましたけども、それはあくまでも昔の話で、消耗品とかね、ブレーキパッドとかね、オートマティックフィールド液とか、ちゃんと入れ替えるところ入れ替えて、面倒見れば、まあ行くと思うんですよ。で、特に、セルシオってのは、元々がいいですから、メンテナンスがむちゃくちゃしやすいんですよね。まあだから、10、20、30関わらず、すべてのセルシオブランドってのは、未だに現役だと思います。まあそれがですね、結構ね、一昨年は安値をつけていたんですけども、去年あたりから、じわじわと価格が上がり続けてきて、で、当然ですけども、いいやつから先に売れちゃいますよね。だから、今後は、うん、やっぱ100万円前後ではなくて、150万ぐらいに上がってくるんじゃないかなっていうふうな、そんな希少価値が出てくるような気がしますね。で、不思議なことにね、LS が売れれば売れるほど、セルシオも売れていくっていうふうなね。まあ、もともと同じものですからね。うん、そういった動きがあるのかなと思います。まだ、旧車と言えるような問題ではないですけども、セルシオっていうのは、私たちがバブルの時代、あの頃、シーマ現象の頃に生まれた最高級車としてね、今後の、その後のトヨタの、命運を完全に色分けた、そんな車だと思いますんでね、今回、セルシオっていうのはね、このクオリティにして、この価格、もう一番のね、訴えたいところは、セルシオなのにこの価格みたいなところなんですよ。でも、クオリティは全く失われてませんからね。じゃあ、2番目なんですけども、今、令和だからこそ乗るべき理由の二つ目に挙げたのは、実はね、状態がいいってことなんですよ。セルシオってのはもともと、まあ、ドキュンカーっていうかね、ちょっと改造車だったりとかね、暴走してみたりとかね、ちょっとまあまあ、それ系の人が乗ってるっていうイメージがあったと思いますけども、それはね、実際外れてないところがあると思うんですよ。セルシオをものすごくね、チューンアップしたりとか、ドレスアップしたりとか、カスタムしたりとかっていうのを、ギラギラしたのが、まあ、出てきましたよね。20年前ぐらいですか。うん。まあ、本当に、セルシオってそういうイメージがその時ついたと思いますけども、じゃあそういった車がね、今、中古車市場にどんどん出てるかっていうと、逆に、中古車としての買い取りはあんまりできないですよね。いろいろ傷んでいたりとかね。それから、まあ、メンテナンスはちゃんとしたと思いますけども、カスタムのしすぎで、もう完全にね、オリジナルパーツがなかったりとか、それから本来セルシオに備わってた機能がカスタムすることによって失われちゃったりするんですよ。オートクロージャー機能とかね、ドアが自動的に閉まる機能とか、それから、センサーですよね。センサーでピコピコやるやつってのも、うん、やっぱり、こう、あれですね、バンパー変えちゃったりとか、ボディの変えちゃったりすると、機能が使えなくなっちゃったりするところがあります。まあ、ですので今、中古車市場に出ている、セルシオっていうのは、一部除いてですね、ものすごく状態がいいんですよ。うん。過剰改造もしてないですし、やっぱりね、そういうところがすごく大事だと思うんですよ。で、事故とか故障っていうのも基本的に、くぐり抜けてきたセルシオが今市場に出てると考えていいんじゃないですかね。で、実際、10万キロ走ろうが20万キロ走ろうが、今、市場に出ているセルシオっていうのは、内外装の評価っていうのが結構いいんですよ。まあ、4とか 4.5 とか5とかね。
そういったので、ラインナップされていて、それでいてその価格ですから、30万、50万とかですから、文句ないんじゃないかなと。いや、ほぼね、本当にね、新車とまで言うかないですけども、いや、新車みたいなね、だからセルシオ乗る人って大事に乗ってるんですよね、中も外も。すごく手入れてるんですよね。乱暴にしないっていうかね。うん。まあ、もそに、セルシオのオーナーさんってのは、なかなかね、前回、新車とかで買われた方っていうのは、で、初期型の、まあ、なんていうんですかね、中古で買われた方っていうのは、結構なお金張ってたと思うんで、それこそ丁寧に乗ったと思うんですよ。まあ、ですんで、今ね、状態のいいセルシオが市場にどんどん出てきて、価格も、まあ、30万、50万、100万以下でいっぱい買えちゃうということなんで、私おすすめですよね。で、3つ目なんですけども、やっぱりね、今でもセルシオですね。これちょっと抽象的になりますけど、3つ目は。どうしてもこの気持ちが伝えなかったんですよ。セルシオってものをオーナーになって、やっぱ気持ちが違うかなと。まあ、車の王様ですよ、やっぱり。うん、昔ね、トヨタの車の、リアを見ながら、いつかはクラウンなんてキャッチコピーやりましたけども、いや、いつかはクラウンだったら、今でもセルシオなんですよ。まさに今でもね、セルシオって現役が続いていて、車の王様だなと。そして、私のことで申し訳ないんですけども、20代の頃に憧れたあのセルシオがね、今、自分の手元に状態が良くって、で、価格も100万円以下でバシッと揃うやつが、最高のメンテナンスとともにですね、まあ、大手中古車、会社を通じて手元に届いているというね、まさに20代の頃の憧れが、今また、私のところにあるかなと。独特な空間に身を沈める時のね、感動と、それからね、アクセルをちょっとこうね、足を乗せて走らすと、本当に車全体がね、ぐっとね、加速してくれる、その、持っていくって感じですよね。乗せてもらえるっていうかね、乗せられていくみたいなね。本当にこう、すごいパワーで前に進んでいってですね、トルクもいいし、スムーズに、こう加速していく、その姿。なんか魔法の絨毯みたいに思いますね。独特の空間です。で、香りがいいです。セルシオってのは今までね、10も20も前期も後期も全部、全種類乗ってきたんですけども、全部共通してね、同じ匂いがする。すごくいい匂いがします。これがね、私今回、13年ものだったかなのセルシオだったと思うんですけども、香りは全然変わってないですね。いや、本当に憧れの空間にまた出会えたかなっていうふうなところで、セルシオを令和の今だからこそ乗るべき3つの理由っていうのが私なりにまとまったかなと思います。まだまだ魅力的なところってあると思いますけども、私はね、価格と状態と気持ち、この3つに今回はね、絞らせていただきました。皆さんの大好きなお車、その車に乗る理由っていうのもまとめてみると面白いかもしれません。また何かね、思い出の車、思い出のなんか乗る理由みたいなのがあったらね、コメントなどで教えていただければと思います。今回はセルシオのことについてちょっと自分なりに話してみました。どうだったですかね。それでは失礼します。